ノートルダム学院小学校は、京都府京都市左京区下賀南野野上町にある、私立小学校。1954年4月に、アメリカミズーリ州セントルイスから来日した、ノートルダム教育修道所会の4人のシスターの、人力と松ヶ崎に住んでいた京都市民の理解と協力により、創立された。生徒数は、約770名。1クラスあたり30名ほどで、 各学年4クラスの全24クラス。なお、1年生1から4組、2年生5から8組、6年生21から24組のように、クラス番号が振り分けられている。作詞、SR メリーアンシラ作曲、SR メリーキャロラインに1、比叡の緑窓に生え学びに集う徳と地の園に、ホールイマリア希望は燃える。 高らかに我らの母よアーノートルダムに、輝く朝日昇り行き学びの庭に仰ぎ見る聖人の、微笑にいざ我ら義式遺金純潔家に、我らの母よアーノートルダムさん、青空住み手学者に、真理の道を極めつつ、平和と愛に道溢れ我らた,たえん、高らかに栄光と、誉れ三位の神に、上級生が下級生と共に学ぶ、パートナーシップという制度があり、学年の壁がなく、 児童の中が大変良い学校である。それは毎年5月下旬か6月上旬に開催されるスポーツフェスティバルにいかなく発揮されている。1年生は6年生に給食の準備を手伝ってもらう。上級生は下級生に校舎内の説明や学校内でのルールを教える。スポーツフェスティバルでは1から6年生をクラスごとに4つに分けて対抗する。 パート1から4まであり、1は総合の運動会、2は球技大会、3はマラソン大会、4は大縄大会がある。その総合点で年間の優勝を決める。キリスト教の教えに基づき、神を敬い、自分も人も大切にする子供を育むことを目指している。読む、書く、話すという国語力の基礎向上を、 カリキュラムの中心に据え、週3日読書の時間が必須であり漢字検定で優秀団体に選ばれるなどの成果が上がっている。また、数学検定においても、数件グランプリ金賞の団体にも選ばれている。そして、読書感想文の大会では優秀賞に選ばれる生徒もいる。また iPad などによるプログラミング教育や英語教育も早くから始めている。英語教育は、 毎日何らかの形で英語に触れさせることで英語感覚を養っている。山の家学習というものもあり、30周年記念で建設されたノートルダム山の家、滋賀県途中で自然と触れ合う学習をする。4年生では稲刈り等の体験を通じてお米の大切さを考える。夏には6年生がディスカバリーというものに参加する。これは 日本各地に訪れてその地域のことを学ぶ、修学旅行のようなものである。冬になると、函館山スキー場に、1、2、3、年生が向かう。また、4年生は、長野県の湯の丸高原へ向かう。3、4年生は合宿として行われる。5年生は、三重県の浜島に遠泳合,合宿に向かう。この学校では、計算大会、漢字大会、文章大,大会、 学年テストが毎年行われる。学年テストは最も難関であり、学年によるが年2から3回行われる。また、実用数学技能検定や日本漢字能力検定なども受験する。50周年記念で建設されたプールは、三菱重工業神戸造船所が施行したものであり、プール床が上下に稼働する、優れたものである。この、 プールの床を155センチメートルまで下げることで5年生に実施される演劇に向けた訓練を行い、最低1キロメートル以上または30分以上の演劇を達成し、児童に目的を達成する喜びを体験させる教育を学校と保護者が手を携えて実践している。ありがとうございます。